ドライバーの使用禁止でお願いします、はい、ドラゴンプロがドライバー使っちゃダメと、うん、初の艦長の勝利の瞬間が見れるぞと、まあ、あるかもしれないですよね。ゴルジョにやってきてますよ、はい、また対決ですね、はい、今までの対戦成績、はい、覚えてます？いや、もう毎度忘れないでくださいよ、館長、はい、私の4戦4勝です。あ、そうでしたっけ。はい、はい、完全勝利です。ああ、で、前回の対戦の終わりに次対決するときには、はい、まあ、ハンデ欲しいみたいな話を館長からもらったんで、はい、まあ、何かしらハンデをあげようかなと思ってるんですけれども、うん、何がいいですか、ハンデ。クラブ縛りでしょ。はい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 。クラブ、どのクラブ縛りがいいですか。ドライバーの使用禁止でお願いします、はい、ドライバー使っちゃダメってことですか。ダメです、ダメです。ドラコンプロがドライバー使っちゃダメと、うん、まあいいですよ、まあ、そのぐらい、そのぐらいはね、はい、最初はじゃあそれぐらいのハンデでやりましょうよ。あ、いいです、いいです、はいはい、まあ、十分なハンデですよね。はい、じゃあ 私はドライバー使えるんで、ハンデ付きの3ホールマッチプレーでいきたいと思います。はい、じゃあ皆さん最後まで見てください。ちょい右だけど、斜面落ちていいとこじゃないですかね。行ってみましょう。残り60ヤードのもう打ち下ろしですね。6ヤードぐらいですかね。進んだったら手前かなと。奥ちょっときつそうだね。そうですね、ピン奥で奥外しちゃうとアプローチを攻めるの難しいと思うんで、うん、いや今風でしょ。館長の右ラフで残りが50ヤードぐらいですか。50ヤードないぐらい。はい、そして見えるでしょうか、私のボールがグリーンの手前に乗っております。その内側にね、ガツンとつけちゃってくださいよ。短い。しょぼーん。さあ、館長のアプローチ。残り12、3ヤードぐらいですかね。いいんだけどね、そこ登ってるんですよね。はい、ナイスパー。館長入れないとまたいきなりワンダウンですよ。
さん1番ホール終わりましたね、館長。そうですね、ハンデ、ドライバーなしのハンデ、うんうん、あんま変わんないっすね。あれ、そうでしたっけ。ハンデ上げてるじゃないですか。ああ、なんかあれですね、ティーショットなんか小さいヘッドで打ってましたっけ。打ってましたよ。ああ、それハンデでしたっけ。ハンデ、それハンデでしたっけ。ハンデですよ、うんうん、変わんないっすね。まあまあ最初のハンデはこれぐらいでいいんじゃないですか。で、あんまりにも勝負にならないようだったら、勝負になるでしょって。もうちょっとハンデを今後考えてくるんで、勝負になるけど、ユーティリティ芝居。なんか後ろから声が、なんか聞こえましたよ今、なんか心の声が。なんかユーティリティ芝居ってなんか、俺の心の声が出ちゃった。ユーティリティ芝居にします。いやいや、します。ユーティリティとは言わないけど、ここユーティリティでいきましょうか。じゃあ、無理にとは言わないよ、無理とは言わないけど、いや、どうしてもって言うんだったら、じゃあドライバーなしでいいじゃないですか。無理にとは言わないんだったらいいじゃないですか。それで、だってユーティリティしかないでしょ。ユーティリティってお願いします、お願いします。ちょっと聞こえないんですけど。いや、そうだよ、あのユーティリティで縛らしてください。しょうがないな、まあ、そこまで言うんだったら、館長がそこまで言うんだったらいいですよ、ユーティリティ、ユーティリティで打ちますよ、ここ。まあ、しょうがないな、あのじゃあ自分のそのうまさ加減を嘆かないとダメよ、はい、嘆くんですか、そこ。ちょっと言ってる意味よくわかんないですけど、しょうがないよ、しょうがない、しょうがない、ユーティリティ縛りで行きましょうか。縛り、うん、もう全部ユーティリティ、まあ、グリーン上はパターでいいけど、はあ、うん、あ、グリーン上以外全部ユーティリティですか。そう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 、アプローチ、ティーショットだけじゃなく、うん、アプローチも、アプローチもユーティリティ、マジですか。いや、やったことないですよ、そんな。賞賛あり、やっと勝てる、何ですかその歌。初の館長の勝利の瞬間が見れるぞと、まあ、あるかもしれないですよね、残り2ホール。いやいや、あるよ、あるよ、ね、ユーティリティ縛りでね、負けたらね。いやいや、万が一負けたらですね、はい、うん、また考えますよ、覚悟しといてください、はい。ということで頑張ります、縛りで頑張ります。いいよ、頑張んなくて、頑張んなくていいんだよ。頑張ります。やっべ、うわ、うん、いいとこ行きやがった、ちくしょう。またいいとこ行きやがったぞ。はい、よいしょ。これど真ん中ですけど、どうなってんでしょうね、あそこね。突き抜けたりしないんですかね。突き抜けて崖の下とかまで行っちゃったりしないんですかね。勘弁してくださいよ。